日本がね、日本独自の世界に誇れるものって、ね、日本刀しかないんですよ。あとのものはね、全部ね、どこの国でもあるんですよ。ただ日本刀だけは日本でしか作れないんですよね。武器じゃなく、日本人のその魂であったりとか、まあお守りであったりとかね。このプロジェクトは、日本で最年少記録を持つ無鑑査の刀鍛冶吉原義一の刀作りを映像化するものである。現代の名刀と称される吉原一門の日本刀は、世界中から注文があり、日本の伊勢神宮をはじめボストン美術館やニューヨークメトロポリタン美術館にも収蔵されている。鋼っていうのは硬ければ硬いほど切れるんだけど、硬ければ硬いほど脆くなるんですよ。義一の作刀は、刀身の美しさは当然のことながら、河津小丁字と呼ばれる刃文が特徴的である。この刃文は激しく乱れた丁字がおたまじゃくしのように見えるもので、鎌倉時代初期の備前の国にあったものである。刀っていうのはね、機能美だから、機能を追求してできた美だからね、やっぱりいい刀は切れるんですよ。美しい日本刀、そして現代で河津小丁字が出せるのは吉原一門だけと言われている。そんな世界最高峰の吉原義一が作る一振りの刀作りを、余すところなく撮影映像化するのが、今回の刀匠吉原義一プロジェクトである。